日本人は優れた特殊能力を持つ民族だった。日本人には優れた特殊能力が備わっている、そんな話をご存知でしょうか。敗戦から立ち上がり、世界に影響力を示すまでになった日本。その成功には先人たちの努力とこの特殊能力が影響したのかもしれません。その特殊能力とは、調べてみると興味深いものばかり。ただそれも次第に失われつつあるようです。今回はそんな日本人の特殊能力についてご紹介します。もし興味深いと感じていただけたら、ぜひチャンネル登録もお願いします。虫の音を聞く日本人。日本の風情の一つに虫の音があります。虫の音を楽しむ行為は、平安時代には貴族の風流な遊びとしてあったようです。風流とは、中世以後の日本において高揚した美意識の一つ。現代の日本語で日常的に用いられる風流の言葉の指す美意識とは異なる。万葉集や枕草子、古今和歌集にも虫の音が登場しますから、随分と昔から日本に根付いていたのですね。しかし、この虫の音を声と認識するのは日本人とポリネシア人だけだといいます。これには脳の仕組み、右脳と左脳が関係するようです。通常人間は右脳で音楽や機械音、雑音などを処理し、左脳で言語を処理するといいます。そして虫の音、これをほとんどの国の人は右脳で処理しますが、日本人とポリネシア人は左脳、つまり虫の言語として聞いているといいます。これは東京医科歯科大学の角田忠信教授が実体験に基づき研究されたものです。キューバの学会に参加した際に、会場の周りで鳴り響く虫の音が自分以外の外国人には聞こえていないことに気づいたそうです。虫の音を雑音や機械音と認識すると聞き流せますが、声と認識するとそれができないとなるようです。なぜこのような違いがあるのでしょうか。一説には、難しい日本語を話す日本人は左脳の発達が著しいと言われています。ひらがなとカタカナ、漢字、ローマ字など様々な文字を使い分ける日本語は確かに難しいですよね。この左脳の発達も虫の音を聞く要因の一つとされます。しかし、最も大きな要因は文化により生じた違いとなるようです。これは虫の音に聞き入る文化を持つ日本人ならではで、波、風、雨音、小川のせせらぎなども同様なのだと。自然の音を自然が発する声と認識する。日本人が情緒的と言われるゆえんはここにあるのかもしれません。研ぎ澄まされた四季の感覚。自然という括りでは虫の音と似ているかもしれませんが、四季に対する感覚の鋭さも日本人の特殊能力と言えるでしょう。いやいや、外国にでも四季はあるでしょう。そんなご指摘を受けるかもしれませんね。ただ日本のように四季が等間隔で存在し、特徴がこれほど明確に分かれるのは珍しいようです。これは地球の地軸と太陽に対して東経135度の北緯35度に奇跡的に位置する日本ならではなのだとか。そして日本人が農耕民族であり、古来より四季を強く意識していたのも事実です。春に種をまき、夏に育て、秋に収穫、そして冬を迎えて無事一年を終えることができた。四季に沿って生活をした日本人ならではの感覚がそこにはあるのでしょう。
例えば手紙などの冒頭には必ず式の挨拶を入れますよね。俳句の季語もしかりです。日本には美しい四季があり、季節ごとに習慣が変わる。そしてそこから感じることができる風情や趣がある。ぜひこれは大切に残しておきたい日本の宝でしょう。高い共感能力。アメリカ人、イギリス人、中国人、日本人に喜怒哀楽のある同じ映像を見せ、その後に最も印象に残っているシーンを尋ねる、そんな実験が行われました。その回答として、楽しいシーンや衝撃的なシーンを外国人が挙げる中、日本人は主人公が悲しげに泣くシーンを挙げました。日本人は高い共感能力、特に他人の悲しみや寂しさに強く共感することができる民族と言えるようです。言葉を変えれば、優しくて情に熱いとなるでしょう。そもそも日本は国土が狭い上に災害も多発してきました。そういったことから、助け合いの精神が DNA に深く刻み込まれているようです。困った時はお互い様、なんとも日本的で素晴らしい言葉ですよね。また、和をもって尊しとなすとあるように、集団を大切にする日本人ですから、他人の痛みも悲しみも我がことのように捉えることができるのでしょう。外国の方からは、日本人の集団主義を理解されず揶揄されることもありますが、他人に優しく情に熱い日本人気質は、そんな集団主義から生まれているのも事実です。日本人の集団主義は決して悪いものではありませんね。日本食が作る健康、長寿、丈夫。次にご紹介する日本人の特殊能力は、一つ一つが素晴らしいのですが、それらに共通するのが栄養の源、日本食です。そのようなことから、ここでは日本食が作り出す日本人の特殊能力として一つの括りにさせていただきました。骨が丈夫。日本人は遺伝的に骨粗鬆症になりにくいとされ、実際白人との比較では発症率は半分ほどとなるそうです。その理由がカルシウム源の違いなんだとか。欧米の人々のカルシウム源は肉や乳製品なのに対して、日本人のそれは主に魚や大豆となります。大豆にはイソフラボンが含有されていて、これはカルシウムが失われるのを防ぐ効果も併せ持っているようです。優れた腸内活動。日本人の胃腸の形が独特である、腸内細菌にビフィズス菌が多いなど、これには諸説ありますが、日本人の健康は腸内活動が支えているようです。日本人の腸内活動は炭水化物やアミノ酸の分解や吸収に適しているようで、欧米人が消化できない海苔などを日本人が消化できるのはこれによるものです。ただし一長一短なこともあり、欧米人に比べて牛乳を消化しにくいという欠点もあるようです。つまり日本食に適した腸内環境で、日本食が作り出す日本人の健康を支えていると言えるでしょう。日本人が比較的生活習慣病が少ないとされる理由もここにありそうですね。味噌が日本人を強くする。日本人に欠かすことができない調味料の一つに味噌があります。実はこの味噌が日本人の健康的な体を作る一面を担うといいます。先ほど丈夫な骨を作る大豆の話をしましたが、味噌はそれ以外にも老化防止、がん抑制、糖尿病予防なども期待されています。
特に味噌汁を飲む回数が多いほど、がんによる死亡率が低いという報告もあるようです。これに大きく関わるのが、メラノイジンとゲニステイン。長崎に原爆が落とされた際に、秋月達一郎医師は患者と職員に味噌汁を飲ませたところ、原爆症を発症せずに済んだという事例は有名ですね。日本の緑茶もすごい。日本人の多くが普段当たり前のように飲む緑茶ですが、実はこれも日本人の健康を保つ重要な役割を担っているようです。緑茶に含まれるカテキン、これには血中の脂質やタンパク質、さらには血圧そのものを抑える効果があると言われています。また1日2杯の緑茶を飲むことで認知症の発症率を 65% も下げるとの報告もあるようですから驚きです。他にも心疾患や呼吸器疾患などにおいてもお茶の効力が期待できるのだとか。実際海外でも日本茶が広まりつつあるようです。日本人のパワーの源、日本食。ドイツの医学者エルヴィン・ベルツ氏は日本の医学の発展に多大な影響を与えました。時は明治。ベルツ氏は現在の東大医学部の講師や宮内省侍医も務めていました。ある時ベルツ氏が東京から日光までの110キロを6度馬を乗り換え14時間かけて旅をします。その同じ距離を一人の車夫による人力車が14時間半で到着してしまいました。これに興味を持ったベルツ氏はその車夫に肉を食べさせ始めます。当時のドイツでは肉は最高の栄養素と考えられていて、シェフの力をさらにアップさせることが目的でした。しかしベルツ氏はその考えが間違いだったと気づかされます。肉食に切り替えたシェフの体力はアップどころかガタ落ちしてしまいました。そして日本食に戻すとまた体力が戻ったのだと。つまり馬以上の体力を誇ったシェフのパワーの源、それこそが日本食だったのです。実はこのことは江戸時代の飛脚によってすでに実証されていたんですね。江戸から京都まで当時の通常便なら25日、それを60時間で届ける特急便が飛脚です。もちろん一人ではなく駅伝方式でつないだようですが、それでも一人150キロ以上は走ったというから驚きです。その飛脚が普段食べていた食事が麦入り玄米ご飯、漬物、味噌汁、魚の塩焼きといったもの。走っている時には玄米のおにぎりと漬物程度でした。ベルツ氏の実験でもわかるように、仮に食事が肉だったら飛脚の仕事は務まらなかったでしょう。日本は世界一の長寿国であり、それは WHO 世界保健機関の調査でも実証されています。日本人が健康で長寿、そして丈夫な体を持つのはこうした日本食のおかげなんですね。真面目な人種、日本人。日本人の特殊能力として最後にご紹介するのはその真面目さです。そう言われても漠然としていますし、日本に住んでいるとそれを感じることは少ないでしょう。しかし海外から見れば日本人はとても真面目な人種となるようです。例えば順番を待ち、きちんと列を作る。これは日本では至極当然ですが、海外では非常に珍しいこととなるようですね。先ほど災害時に助け合う話もしましたが、災害時に火事場泥棒がないことも海外では不思議に映るようです。確かに暴動が起こり略奪する海外のニュースをしばしば見かけることがありますよね。
日本人的な感覚ではそれはありえませんから。治安の良さや公共の場でのマナーの良さも世界ではトップクラスとなる日本。普段気づきにくいですが、日本は安全で素晴らしい国と言えるでしょう。それもすべて日本人の真面目さ、これこそがその一番の理由なのですね。日本人には素晴らしい特殊能力が備わっていました。しかしそれらは少しずつ失われているとも言われています。その理由としてグローバル化による日本人の特性が薄れている現状が挙げられます。特に日本人が日本食を食する機会が激減したことは大きいでしょう。米ではなくパンになり、魚ではなく肉を食する。そうなれば日本人がこれらをもとに得ていた特殊能力は薄れてしまいます。また様々な文化に触れることで日本人の精神的な部分もこれまでとは随分と変化しました。自分を持つこと、オンリーワンを目指すこと、以前の集団主義の日本人では見かけることの少なかった発想です。このように様々な日本特有が減少することで日本人特有の能力が薄れていくのは当然といえば当然なのでしょう。もちろんグローバル化は悪いことではありません。別の部分で日本が飛躍したのも事実です。現代社会では日本人の特殊能力を必要としないことも多いかもしれません。ただ古き良き時代の日本、そしてその時代を生きた日本人が持っていた特殊能力、これらもぜひ大切にしたい、残したい。二兎を追う者が二兎を得ることはできないのでしょうか。皆さんのご意見などコメント欄よりお聞かせいただけたら幸いです。またこの動画が役に立ったと思われたらチャンネル登録をお願いします。